さあこれどこが戦いかな。橋打ちできないからな、これ。OK、無理。当たんないよー。まあ、右クリックの使い方あって、こう、レッツクリ開いてくるんじゃん、左クリックしたら。この瞬間、右クリックして、これに変えるみたいな。で、右クリックは、レッツクリ広がんないけど、反動がでかい。左クリックは、反動小さいけど、レッツクリが広がる。まあ、正直言って、右クリック使う場面ないけど、そんなに。だから倍率結構高いから、まあ、魅力とかしたいとき、使いやすいから。正直ネタ武器正直ネタ武器使ってる人いないしな。もまあもうバトルライフル自体がちょっと厳しいからな。でも9割しかやってないんだ今ので。スナイパーの帽子も強いんだよね普通に。まあ、プロトロが使いやすいから、一発入力こっちだけど、いやーきつい、勝てる気しねえこれ。連射も割と遅いしな。まあ、プロトロ一緒なんだけど、作戦は成功だ。本部に帰せよ。ご苦労だった。厳しい。厳しいぞー。誰か使った人いるこれ。きつい。味方が衝撃された。こっからのとこが強いね、こうやって飛び出すときに。ただね、うわー、もうダメだ。
あれ殺せねえもんな、ちょっときつい。楽しいけどね。普段使うのも使うの楽しいよな、マジで。見えない。レスキルが合わねえ。一緒はいった。おお、ちょっと強かったね今。オルトラクソシグザった、シグザなんだ。わマジか。当たんな。作戦は失敗だ、本部に帰還せよ。あ、固まった、死んだ、さよなら。固まるのマジやめてほしいな。ちょっ、シグシグ強いな。うわ、当たんねえ。くそ。あらら、 SR47、 SR47 も使おうか。ちょ、別のアカウントだけど P の武器でもやるか。 P の武器 SR はさすがに。あー、やらかした。
に帰還せよ、うん、ご苦労だった。よし、じゃあこの武器はこれ終わりかな。大口径なかったらワンチャンあったけど無理だわ。バイナラー。